分でも長の話を聞いて勉強をしてみようと思って実践とやっていたんですが、本をたくさん買ってたんですね。出版社が潰れちゃうから本をたくさん買って取っておかなきゃと思ってたんですけど、ある日病気になって本が全く役に立たなかったんですね。なんか病気になった時に落ち込みはひどく出てくるし、怒りは出てくるし、なんか最悪自殺したいっていう気持ちまで溢れてくるし、あんまり役に立たなかったんですよ、本が。で、先生がちょうどさっき知識はゴミだよっておっしゃってたんですけども、ちょっとそのことについて聞いてみたいなと思いました。どう答えればいいんですかね。まあ、本は役に立たなかったっていうことは面白い話ですけどね。そうでしょうね。この本を持てば何十年は問題ないという約束なんだからね。やっぱりこの本が役に立たないかどうかは、やっぱり自分が自分の人生どこまで自己観察してたのかっていうことでしょう。だから本を読んだんだけど、それに合わせて共鳴して自己観察はしてないっていうことになるが、私にはあんまり文句やね。私は本を書く場合は一部しか書かないんですね。で、完成して書くっていうことはちょっと量的に無理だから、ちっちゃなテーマにまとめてなんか一冊完成するしかないんだから、もともと不完成でしたから本というのは。で、知識はゴミっていうことは、この知識っていうのは自分が目で見て耳で聞いて自分の心の中で作るものなんですね。目で何も見ないんです。目は光を感じるだけ。光の中に何の情報もないんです。しかし私たちにとっては目から大量に情報が入るというふうに思っているんです。その情報は自分が作るものなんです。だから目で見たものは美しいと思うことも、怖いと思うことも、気持ち悪いと思うことも、驚いたと思う、勝手でしょ、その意図も。こちら何か物体があると仮定しましょう。この物体を見て、ある人は、怖いと思う。で、隣の人はそういうのはない。これ、知識は科学的な事実であるならば、二人の目にも映った怒りは同じでしょ。それなら、同じ気持ちが生まれるはずなんだ。そこで今私の声聞いてるでしょ。本当は私の声はそこまで言ってないんです。空気が振動してるだけ。だから空気の振動を感じたいとは、どんな音を作るのか、どんな思考をするのかということは、知ったことじゃないんです。だからそれあくまでもその個人だけの世界なんです。だから客観的に科学的にオブジェクティブ、まあ、客観的な事実ではないんです。だから怒りの感情がある人に見る気が見る気く世界。
打ち込みの感情が面に働く人が見る聞く世界、それぞれ違うでしょ。同じところにいても、例えば5人が並んである人と喋る。この5人の一人が、すごい明るくて、楽しい性格。その人に見える人。2番目の人は、すごく暗い悲観的な性格。その人に見える人。もう一人が怒りの感情にやられて、もう一人が落ち込みの感情にやられて。もう一人がもう自信がなくても負けの気持ちでいるとかね。だからその5人がそれぞれの気持ちに合わせて相手を理解するでしょ。だから5人のに聞いたら感想、あなたこの方どう思うって自分の感想を言うでしょ。ご主人だからどちらが OK ですかね。どちらが OK じゃないんです。あなたの心がこういう感情で汚染していっていたんだから、入った情報はゴミになったから。あれ、食べ物を汚染していたら食べ物じゃないでしょ。いくらごちそうに見えても。そういうことで我々の知識がいつでも汚染するんですね。だからそちらも病気になった時はそちらの知識は助けてくれなかったんです。汚染されていたんだから。知識は病気に仲間で行ったからね。体だけじゃなくて。だから大体みんな病気になっちゃうとすごく困るんだけど、不便なところは私も見てますね。私もいろいろ不便なところありましてね。本来足がすごく速いんだけど、まあ、早く歩けないんですね。これはすごい苦しいんです。ゆっくり歩くのは。だから年取ってそこら辺不便はあります。だったら歩くといいでしょ。そうすると心臓がもうストップしてやるぞって言うんです。で私は高校で死ぬか、なんとかもうちょっと生き延びるかということで、ではよく言われますと、おとなしく決めます。苦しくても。で、まあそんなことでこういう不便なところがあるんだけど、病気そのものも面白いっていうのは面白いんです。病気になった時の世界。全く別世代ですよ。だからそういうの見た方がいいんですよ。私も病気になったり入院したりいろいろありましたけど、私にとってはもう超面白い。病気だから当然苦しいとこではありますよ。あるんだけどそれにギャーギャーギャーがないで、この別世界を味わって、病院にいるときは私は何者でもなく、そちらのスタッフに対してただのもう一人の患者さんですね。だからもう患者さんの中でもう一人の患者さん、どうして扱われる。それと面白いでしょ。普通いつでもそれを通してね、扱われてるんだから。僧侶っていうあれがもう剥がさ、発されてる。だから私にとっては結構いろんなことを経験できますね。そういうわけで、まあ病気は不便で苦しいところは当然あるのは当たり前なんですけど、それに泣く必要はないんです。泣くのは自分の知識が汚染されているからなんです。
我が輩は病気になるわけじゃないとかね、なんで私に限って病気になったのかどうか、それ言われるとよかったと思いきや、あんた獣だったら病気にならんよと、人間でよかったとと言いたくはなりますけど言いませんね病気、あれ私も人間でしたねとかね思えばいいでしょうと。で、私の場合は面白いことがありますよ。私は昔からもこの食べるところすごく気をつけていたんです。あのキャラリン摂取、もう年取っちゃうと糖尿病になるんだから、同じ年齢にとはパンパク食べてるのは食べません。それで病院に行ってです、あんた糖尿病って言われたんですあ、今まで苦労したことどうなったよか先生だからなるときはなりもっていうことなんで、もしかすると、このお医者様は調べて調べていろいろ頑張っているんだけど、あれ私はキャラリー取りすぎというよりは、もう臓器が衰えているんだから、まあ、インシュリンのレスポンス、英語でインシュリンレスポンスと言いますけどね、それはかなり鈍いんですね。だからそれを昔も知っていたことで、あ、これは超やばいということでね、まあそれで今はもう耐えられない状態になっちゃって、まあ血糖値がまあ上がったっていうね、でもこれを調べていろいろ薬をいろいろ入れたりまたチェックして、じゃあ今 OK やとね、まあ症状が全部 OK と言われて、もう何の病気もないと医者に言ったんで、俺も年寄りだからね。まあデータ的には OK ですけど、実際は同じですね。まあそういうことで、まあ病気になったらそんなにね、努力一緒はないでしょうね。人間でよかったと思えばね、あ、文句言ってもいいんだけど、これこの気持ち悪いところさえなければとかね、針を刺すと痛いんじゃない、痛くなければよかったのにとかね、そういうくだらん文句言っちゃうと看護婦さんも面白くなっちゃうんです。ある看護婦さんは私に注射、この注射はすごくきついんだと、あの腸は飛びるんだからと、ね、でまあ本人の顔が痛い顔になってるんですね。あ、こう面白い注射を打つのは私にはそうだけど、あいつはまあ看護師でしょう。結構痛いんだよと言ったら、私は、まあ、これ何とか言わなくちゃって言って、あの痛いんだったら言ってくださいと、痛いとあんたやめてくれろと言って、え、やめませんよだからまあそれで本人のあの厳しい顔がなくなっちゃったんで、私は申し上げてるんだから、名所に大したことはない、そんな思うほど痛くもなかったし、まあですからまあそんなふうに明るくはいられましょう。で、私の血管なかなか見えませんね、だから血石取るとこは
大体4箇所ぐらいあるか、針を刺すんです。手がもう傷だらけになるんです。で、これがあかんねと。だから、じゃあ、血液、血液もいいか。でも、今日は血管持ってきてないとは最初に言うんです。今日は血管持ってきていないんだ。言ったら血管見えないこと本人も分かるでしょ。そうすると、そこを丁寧に調べて、どんな人間にも血管がある場所、同じ場所だから、その場所を指で触って、あれ手袋を外して、触って、指を止めてもらって、針を刺すんですね。一回で OK です。それよりも。あちらこちら針を刺すことはないです。まあ、失敗する場合は、お医者さんが調査するときは大体失敗する。手術とかなんとかある場合は、いろんな薬を入れるんだから、その場合は、医者が針を入れるんです。そのときは失敗する。まさる仕方がね、経験ないんだからね。まあそういうことでもの、まあ大体明るく楽しく前見てみましょうよ。はい、他の質問。時間的にも。